えー、大卒3年目ガス供給会社で営業しています朝弱いマイペース集団行動が苦手などの性格,から性格から会社生活が苦痛で安定した職種にもかかわらずうつ病になってしまいました、えー、会社に通わず個人で稼いでいきたいのですが年下スキルもなくせいぜい趣味レベルの文章へ動画などといった拙ない創作しかできません3ヶ月の休職期間中ですがうつ改善の後はまた会社員として働くべきでしょうか現在大体 YouTube でのカミシ漫画マ系の動画をシェアに行っていますが厳しいでしょうか、えっと、まず漫画作ってやってみてください要 でやってみてあのどれぐらいの再生数伸びるのかとかやること自体が楽しいとかで再生数が伸びなかったとしても書いてるものを書いてそれを発表するっていうこと自体が面白かったりするのでひとまずやってみてください。でやってみるとあこれ面白いかもっていうので趣味として続けて楽しい生活になったりするのでなのであの迷うぐらいならやってみてください。